なんか前に YouTube チャンネル開くとか言ってた話はあるの？まだなんか言ってたじゃん前 YouTube チャンネル、うん、ゴリラチャンネルを開設しようか検討中でゴリラチャンネル、ね、当時は何あげようとしてたの？当時なんだっけ、なんか野球とか言ってなかったっけ？あ、野球 YouTuber ね、ほらちびっこに野球ほら教えたいとか、うん、だからいいんじゃない、いいと思うよ。てかさ、弟が YouTuber ってどういうイメージがあるのかな？どういうふうに思って、ま、そう思うか、うん、いや、何しても変わんないよ。小学校からあんま変わんないしね。てかそもそもそんなね、なんか仲いい兄弟とかいるけど、俺らそんなもともと2人でどっか行ったりとかはしてないじゃん。まあ誘ってこないからな思ったりもしねえかった、マジで俺、本当にもうちょっと人に奢った方がいいよ自分に使うんじゃなくて周りに使った方がいいよ。それは弟からも言うわ妹に何か買ってあげたりした方がいいって。自己投資 is my life、ね、最近下水なって思ったのがさ、親父と飲んじゃうよこの前、親父と飲んださ帰りでタクシーでお前ら帰れとか言ってタクシー代もらってさ、お釣りを全部もらって帰るってことクソだなと思ったわマジであれやばいよマジなんで、あれいくらかもらった？もらってないよ、1円ももらってないよ。ああいいね、それが兄弟ってやつだからそうですよね、皆さんそうだ、世の中の兄弟っていうのは兄から弟にこうね流れていくんだよ、ね、流れていかねえわ、兄から弟に何言ってんだ、ほんと弟から兄に流れていくんだよここの家は全部そうだ、全部持ってかれっから。昔は小さかったのに今はもう、まあね、そうそう、でかくなったからね。服とかね、あんま着ない服あげてるからな。ちょうどいいよね、乾燥機でちょっとちっちゃくなったらちょっとちょうどいい感があるから。自己投資のスタイルはあんま変わんない。自己投資じゃねえだろそんな、自己投資のスタイルは多分ケチだだけだよ多分それ、マジでケチ言うなよ。いやだってさ、自己投資なんだよ。いや太っ腹じゃねえわ、自己投資は太っ腹だ、どうでもいいからそんなじゃあよ、ほんとでも世の中聞いてごらん、世の中で聞いてみる、皆さんに皆さんに、なんかいいもんなのかね。いやどうなんだろうな、やっぱ仲悪い兄弟は仲悪いんじゃないかな。ほんだって俺20歳超えて初めてだもん。そうだよ、ゲーム一緒にやりましょうって。こんなゲームがなければね、話すこともないからな、話もしなかった、ね、荒野行動が僕たちの兄弟を繋いでくれたいいゲームです何笑ってる、真面目に何が話してるのに何も笑って聞いてんだお前は、正座して聞いときなさい正座して聞いときなさいじゃないよ、そうでしょじゃないわ。いやいやそれはね、なんか救ってくれたりなんかおごってくれたり兄貴がいてよかったなっていうその感謝のあれがあったらいいけども、なんかいたれいたれトラブルになるからマジでトラブルしかないからマジで。だってさ、みんなさ、中学校とか登校中に後ろからロケット花火撃ってくる兄はマジトラブルメーカーでしかねえから気をつけろ。普通だって。いや普通じゃないから、だってプシュンプシュンって登校中に神社の方行ったらさ、プシュンプシュンって音した、昼だよ昼。いや普通じゃないと思うな、中学生の時にさのんびり昼から登校してプシュンプシュンって鳴ってるなと思ったら後ろにさロケット花火持ったさ兄貴がニヤニヤしながらさ狙ってんだよずっと今じゃちょっと考えられない、今だったら多分警察に通報されてると思うよ、ロケット花火撃っただけでマジで。ああ本当、時代が時代だったからね。時代が時代ってそんな時代じゃねえよ、今はもうほら、うん、スマホとかなかったから。あ確かにガラケーだったもんね、うん、あったとしてもね。しかもさあの時代さ携帯もさカードみたいな入力してさなんか使用分だけ払うみたいな、プリペイドか、そう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 。あとは言える範囲でなんだろうな、言える範囲じゃねえんだよな、全部ダメだから言えねえからマジでいろんなことあんだけど言えねえんだもん、だって全部そんな危ない兄ではありま
って。いや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 、言えねえから。言えねえから本当に。まあ言うて少年時代だからね。ないと思うけど。いやあるわ、全然あるわ。やめてくれ、意味わかんない。まあ YouTuber みたいにさ、うん、ほら。人に夢と希望を与えられるようなさ、でも YouTuber はマジで考えなきゃいけない辛さってのがあるから、それが好きでやってんだけど、与えられた仕事をやってお金をもらえるっていう仕事じゃないから、そう、そう、しかもそのやった分だけもらえるとかいう仕事でもないから、難しいっちゃ難しい。それが楽しみでもあるってことでしょ。そうそう、でも同じことの繰り返しをした方が一日が早く感じるらしいよ。それはそうでしょ。毎日違うこととか新しいことをやってると一日が長く感じられるらしい。なら皆さんの中にも一日が早いなっていう人は、例えば起きるの定食をちょっと違うメニューにしたり、なんか違うことをすることによって一日が長く感じられることもあるらしいからね。日々違うことをやり続けた方が一日は長く。だから仕事ではそれがちょっとねできないっていうのはあるから、ご飯とかをちょっと変えるのもありらしい。なるほどね。そうそう、はい、ということでね、荒野行動兄弟でやっていきましたが、ドンカツはできませんでした。できませんでした。最後に一言なんかいただけますでしょうか。結構です。結構ですじゃないんだよ。今回はですね、なんとアストロゲーミングさんより、アストロゲーミング様より、ちなみに俺これ2回目で、一発目1回でビクロイしちゃってるんだよ。めってこと最悪、もう最悪。はい、やってきます。いくぞ。はい、2回目、2回目なんだよビクロイしたのに。さっき、この向きやだ、やめて。ペイジジ、下からやる男。で、このヘッドホンなんですが、奥行きがやっぱすごいんだよね。奥行き半端なくて、いろんな方向から音が聞こえるんですよ。で、例えば後ろにいる人とか、斜めこの辺とかね、結構ね、足音がね、足音が聞こえて、なんか以前使っていた某ヘッドホンよりいろんな方向から音が聞こえるので、すごいね気に入ってます、はい、っていうかね、本当に1試合目の動画が欲しい。いや動画あるんだけど音声とさ、ゲームを載ってないっていう悲しさ、もう勘弁してください。お願いします。おまっただよ、また落下しだよ。せい、あーし、あと4人ビクロイまであと4人です。せっかく撮ったのに。はい、ということで、今回は、これで、終了となります。